2004年日本語能力試験聴解3級。これから3級の聴解試験を始めます。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題用紙を見て、正しい答えを一つ選んでください。では、練習しましょう。例1。男の人と女の人が話しています。男の人はどの人について聞いていますか？あれは、この前のパーティーの写真？そう。綺麗に撮れたでしょ？うん。あれ、あの人は誰？え？どの人？ほら、手を挙げている人。え？コップを持って？うん。その人じゃなくて。ああ、山田さんよ。男の人はどの人について聞きましたか？正しい答えは2です。回答用紙の問題1の例1のところを見てください。正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。もう一つ練習しましょう。例2。お母さんが子供と話しています。子供ははじめにどこに行きますか？ひろしちゃん、八百屋でキャベツを買ってきて。うん、いいよ。あ、その前に肉屋で鶏肉もね。うん、いいよ。行く途中、ケーキ屋でアイスクリーム買っていい？アイスクリームはうちにあるでしょ？うちで食べなさい。うん。じゃあ行ってきます。子供ははじめにどこに行きますか？正しい答えは2です。回答用紙の問題1の例2のところを見てください。正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。お父さんと女の子が話しています。この女の子のテストはどれですか？テストどうだった？難しかった。じゃあ、70点ぐらい。70点は無理だよ。でも、前より良かったよ。前は何点だったんだ？50点。この女の子のテストはどれですか？2番。男の人と女の人が話しています。女の人は昨日何をしましたか？佐藤さん、昨日もテニスしたんですか？ああ、昨日ですか？したかったんですけど、仕事に行かなければならなくて。ああ、そうですか。日曜日でも休めないんですね。ええ。本当はうちで掃除も洗濯もしなければならなかったのに。大変ですね。女の人は昨日何をしましたか？3番。男の人と女の人がパーティーで話しています。今、料理はどうなっていますか？そのサンドイッチ、美味しそうだね。すごく美味しいわよ。早く食べないと、もうすぐなくなりそうよ。あ、本当だ。もう少ししかないね。お寿司の方は、まだたくさん残っているのにね。今、料理はどうなっていますか？4番。男の人と女の人が話しています。男の人は女の人にどうするように言いましたか？じゃあ、明日11時ごろうちへ来てください。電車を降りて、そこからバスに乗るんですね。ええ、バス停まで迎えに行きますから。はい、電車に乗る前に電話しますね。あ、それより、バスを降りてから電話してください。男の人は女の人にどうするように言いましたか？5番。女の人と男の人が話しています。時計はどこにかけますか？時計はやっぱり見やすいところがいいわよね。テレビの上はどう？便利だけど、ゆっくりテレビが見られないわね。本棚の上は？ちょっと高すぎるな。その木の上は？木が大きくなったら見えなくなるわよ。まだまだ大丈夫だよ。ま、そうね。じゃあ、今はそこにしましょう。時計はどこにかけますか？6番。女の人と男の人が話しています。男の人は誕生日に奥さんから何をもらいましたか？わあ、素敵なネクタイね。うん、昨日誕生日でね、娘がくれたんだ。靴下と一緒にね。あ、そうなの。奥さんからは？うん。これだよ。軽くて持ちやすいんだ。中にコンピューターも入るし。いいわね。男の人は誕生日に奥さんから何をもらいましたか？7番。男の人と女の人がカレンダーを見ながら話しています。映画に行く日はいつですか？映画いつにする？今日は9日でしょ？今度の土曜日はどう？土曜日は混んでるからね。もっと早くしようよ。そうね。私はいつでもいいよ。僕は水曜日以外だったら大丈夫。あ、忘れてた。今週の金曜日は用事があってダメなんだ。じゃあ、この日に決まりだね。映画に行く日はいつですか？8番。女の人が話しています。明日の朝、何時までに集まらなければなりませんか？皆様、明日の朝の予定が変わりました。出発の時間が30分早くなりました。8時半に出発しますから、20分までにホテルの前に集まってください。9時ではありませんから、遅れないでください。明日の朝、何時までに集まらなければなりませんか？9番。男の人と女の人が話しています。この人たちのうちに今あるものは何ですか？みんな6時頃来るよ。もう準備はできた？お寿司は？もうすぐ来るはずよ。頼んであるから。ビールは？冷蔵庫に入れてある。果物は中野さんが持ってきてくれるし、あ、そうだ。駅前のケーキ屋でケーキ買ってきて。わかった。この人たちのうちに今あるものは何ですか？10番。女の人が話しています。この女の人の国のグラフはどれですか？私の国と日本は季節が反対です。日本では6月から8月はかなり暑くて30度以上の日も多いです。私の国はその頃はとても寒くて5度以下の日が多いです。私の国では11月から2月は夏ですが、20度ぐらいです。この女の人の国のグラフはどれですか？11番。女の人が話しています。盗まれたものはどれですか？昨日、留守の間に泥棒に入られたんです。買ったばかりのテレビは盗まれなかったし、引き出しに入れてあったお金もそのままだったんですけどね。パソコンが。まあ、軽くて、ノートのように薄いから簡単に持っていかれたんですね。テレビだったらそんなに困らないんですけど、盗まれたものはどれですか？ 12番。二人の女の人が話しています。二人が今見ている庭はどれですか？今見ている庭です。本当に花がきれいですね。あれ？前に来た時は木は一本だけでしたよね。ええ。先月もう一本植えたんです。庭を作るのは本当に楽しくて。次はこの木の前に池を作ろうと思っています。いいですね。池ができたらまた見せてくださいね。二人が今見ている庭はどれですか？13番。男の人と女の人が話しています。ギター教室の生徒は今年何人になりましたか？ギター教室です。今年は生徒はたくさん来ていますか？ピアノ教室もギター教室も去年は30人でしたね。はい。ピアノ教室は急に多くなって、去年の2倍になりました。でも、ギター教室は去年より10人少なくなってしまいました。10人もですか。それは困りましたね。ギター教室の生徒は今年何人になりましたか？14番。女の人と男の人が話しています。二人は何について話していますか？これ高すぎるわよ。こんなに高かったら歩いて降りられないわ。地震の時は歩かなければいけないのよ。でも、窓のそばに座って下の景色を見たら、綺麗だよ。毎日見られるんだよ。ダメダメ。もっと低いところにしましょうよ。二人は何について話していますか？問題2。問題2は絵などがありません。正しい答えを一つ選んでください。6番と7番の間に休みの音楽が入ります。では、一度練習しましょう。0。女の子が先生とピアノの練習をしています。女の子は今からどうしますか？ちょっと休んでもいいですか？もう？練習始めてからまだ30分ですよ。お腹が空いちゃって。あと、15分頑張りましょう。はーい。女の子は今からどうしますか？ 1、15分休みます。2、15分練習します。3、30分休みます。4、30分練習します。正しい答えは2です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。正しい答えは2ですから、正しいの欄の2を黒く塗ります。そして、正しくないの欄の1、3、4も黒く塗ります。正しくない答えも忘れないで黒く塗ってください。では、始めます。1番、女の人が電話しています。この人は授業が終わったらどうすると言っていますか？あ、けいこです。今日、授業が終わったらすぐ帰ると言ってたけど、友達と映画を見に行くことにしたので、夕飯はいりません。帰りは10時頃になると思います。この人は授業が終わったらどうすると言っていますか？ 1、映画を見に行きます。2、すぐ家へ帰ります。3、うちで夕飯を食べます。4、うちで映画を見ます。2番、お店の人と女の人が話しています。女の人は全部でいくら払いましたか？このリンゴ、3個で300円。安いよ。じゃあ、それ1個ください。100円よね。はい。お客さん、これ、1個だと120円なんだよ。3個買ったら安いよ。どう？そんなに食べられないから、1個でいいわ。じゃあ、はい。あと20円ね。はいはい。女の人は全部でいくら払いましたか？ 1、20円です。2、100円です。3、120円です。4、300円です。3番、男の人と女の人が話しています。二人は何時にどの乗り物で行きますか？今何時？今2時10分で次の電車は3時10分だ。あと1時間も待つのか。どうしようか。バスなら2時半だけど、バスは時々すごく遅れることがあるからね。今日は道が混んでいるし。それじゃあ、やっぱり電車かな。あと1時間ね。仕方ないわね。二人は何時にどの乗り物で行きますか？ 1、2時半のバスで行きます。2、2時半の電車で行きます。3、3時10分のバスで行きます。4、3時10分の電車で行きます。4番。男の人と女の人が話しています。この1ヶ月、女の人の娘さんは何をしましたか？娘さんです。山田さん、お体の具合はどうですか？ええ、やっと良くなりました。1ヶ月も入院して、ご家族の皆さんは困ったでしょう。それがね、夫は料理をしてくれたし、娘は部屋の掃除、息子は洗濯。みんなで家のことをやってくれて、私がいない間、頑張っていたようなの。ああ、そうですか。この1ヶ月、女の人の娘さんは何をしましたか？1、料理をしました。2、掃除をしました。3、洗濯をしました。4、入院しました。5番。会社で女の人と男の人が話しています。女の人はどこへ山下さんを迎えに行きますか？課長、今から山下さんを迎えに行ってきます。山下さんは新幹線でいらっしゃるの？いえ、飛行機です。飛行機は2時に着きますから、10分くらい前に行ってお待ちします。ホテルまでご案内してから会社に戻ります。そう。じゃあ、お願いしますね。女の人はどこへ山下さんを迎えに行きますか？ 1、ホテルです。2、空港です。3、駅です。4、会社です。6番。女の人と男の人が話しています。男の人は何をなくしましたか？あ、雨。どうしよう、傘がない。大丈夫ですよ。僕、車の中に入れてあるからお貸ししますよ。あれ？ちょっと待ってください。鍵がない。何？車の鍵？はい。いつもカバンの中に入れているんですが、どうしよう。男の人は何をなくしましたか？ 1、傘です。2、カバンです。3、車の鍵です。4、うちの鍵です。ここでちょっと休みましょう。では、また続けます。7番。女の人と男の人が話しています。男の人のお母さんは今何をしていますか？高橋さんのお父さんはお医者さんですよね。お母さんもお仕事をしているんですか？母は去年まで高校の先生でしたが、今は大学に行っています。ああ、大学の先生。いえ、医者になりたいと言って勉強しているんです。へえ、それはすごいですね。男の人のお母さんは今何をしていますか？ 1、医者です。2、大学の先生です。3、高校の先生です。4、大学生です。8番。女の人と男の人が話しています。今、本はどの人が持っていますか？この間お貸しした本、もうお読みになりましたか？すみません。まだなんです。私の友達が読みたがっているので、返していただけないでしょうか？本当は私、友達に貸してしまったんです。ごめんなさい。今、本はどの人が持っていますか？ 1、この男の人の友達です。2、この女の人の友達です。3、この男の人です。4、この女の人です。9番。男の人と女の人が話しています。男の人はどうして引っ越したいのですか？今、アパートを引っ越そうと思ってるんだよ。ああ、電車の音がうるさくて寝られないって言ってたわね。それはもう慣れたんだけど、上の部屋に住んでいる人がね、毎晩大きな声で喧嘩するんだ。へえ。はじめはテレビの音だろうと思ってたんだけど、そうじゃなくて。テレビなら小さくしてくださいって頼めるけど、喧嘩じゃねえ。そうなんだ。実はうちも上の部屋のピアノの音がうるさいの。私も引っ越そうかな。男の人はどうして引っ越したいのですか？ 1、ピアノがうるさいからです。2、電車がうるさいからです。3、テレビがうるさいからです。4、喧嘩がうるさいからです。10番。お母さんと娘が話しています。お母さんは娘にお弁当をどうしなさいと言っていますか？みちこ、カバンにお弁当入れておきなさい。大丈夫。後で家を出るとき入れるから。この前も同じことを言って忘れたでしょ？すぐ入れなさい。はーい。お母さんは娘にお弁当をどうしなさいと言いましたか？ 1、家を出るときに入れなさい。2、この前と同じように入れなさい。3、すぐにカバンに入れなさい。4、自分で作って入れなさい。11番。男の人と女の人が電話で話しています。男の人は誰の家に電話をかけたかったのですか？もしもし、高橋と言いますが、のりこさんいらっしゃいますか？え？のりこ？うちにはのりこという人はいませんけど。え、佐藤さんのお宅じゃありませんか？いいえ、うちは鈴木ですけど。あ、失礼しました。男の人は誰の家に電話をかけたかったのですか？1、高橋さんです。2、佐藤さんです。3、鈴木さんです。4、加藤さんです。これで3級の聴解試験を終わります。これで3級の聴解試験を終わります。